はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今日はね、こちら、はいはい、出ました、ガチャガチャです。はい、 HG シリーズですね。はい、ドラゴンボールスーパー04、始動ドラゴンボール GT 編ということでね、はい、ラインナップはこちら、はい、悟空海王拳バージョンで、ベジータ、はい、でスーパーサイヤ人4ゴジータで、スーパーベイビー。これスーパーベイビーが珍しいよね、フィギュア化。いや、久しぶりのフィギュア化じゃないですかね、スーパーベイビーは。はい、こちら、全4種ですね。はい、全4種ということで、私ね、ちょっと全種はコンプしたいと思ってたんで、もうあらかじめね、コンプしたやつを購入しました。はい、ガチャガチャするとね、ちょっと怖いんでね。はい、でまあ普通に4種ね、こういう感じで、はいはい、4種、購入しましたんでね、こちら、すべてね開封して組み立てて、一つ一つね、紹介していこうと思います。では早速ね、組み立てちゃいます。はい、組み立て終わりました。ではね見ていきましょう。まずはね、ベジータから見ていきましょうか。はい、こちら、はい、最初これピースのこの形になってると思わなかったんですけどね、あの写真で見る限りでは。なんかピースみたいな形になってますね。へっ、汚ねえ花火だ。いや、あのね、造形的にはよくできてるんですよ。うん、でもね、やっぱ個体差なのかな。もうてっかてかやねん、頭。もうなんだろうね、ここら辺とかね、すっげえノリがついたような跡がすっごい残ってんのよ。いや、これ外れ個体だな。本当造形的には本当よくできてるね。うん、いや惜しいな。本当最近なんか外れ引く確率が高いな俺。すげえノリがベタベタしてる。まあ、ベタベタしてないんだけど、べったりついてるよ。うん、いやこれはちょっとな。うん、まあいいか。スカウターもねすごい表現されてますね。うん、だからすごいよくできてるんですよ。それだけにねちょっとねこういうのは残念ですけど。もうダメだ、うん、おしまいだ。まあしょうがないな。はい、ベジータ。はい、では、続いては悟空ですね。はい、見てみましょう。はい、こちら、この悟空半端なくよくできてんだけど、めっちゃかっこいい、これ。出来はね、すごいね。久しぶりに HG にしては、かなりの力作だと思いますね。めっちゃよくできてるし、似てる。うん。やっぱ海王拳カラーなんでね、もうほとんど赤みを帯びてる感じ。うん、いやー、よく再現されてますね。ただね、これもね、やっぱね、個体差なんでしょうね。見てください。なんか俺のだけなのかな。額に傷があるんだよね。悟空、こう、戦いの時、この額に傷なんかできてないよな。いや、これマジか。いや、ほんと顔とかさ、すっごいよくできてんだよ。久々に当たりだなと思って HG でも。いや、ちょっとこういうのほんと勘弁してほしいな。なんで検品の時に弾かれないのか不思議だよな。いや、ちょっと額に傷を負った悟空みたいになっちゃってんじゃん。ここら辺はまあ色を塗ればってなるけど、
この色を再現できたらの話だけどな。まあほんとね、最近ねもうバンダイにね問い合わせとかしちゃってるんでね、もうなんかめんどくさくなってきちゃった、うん、もうほんとこういうのはねしっかりしてほしいね、バンダイね。で残り2つですよね問題は。じゃあ先にゴジータ見ちゃいましょう。はい、こちらビッグバンカメハメハ、はい、ゴジータはねほんとクリアパーツですね、髪の毛はね、はい、で顔、いや悪そうな顔してるなこのゴジータ、なんか悪役みたいな顔になっちゃってるけど、まあでも造形はねやっぱりねいいね、うん、ほんと HG にしゃかんばってるよね、特になんか目立つようなところはないかなって思うんだけど、まあここら辺にちょっと飛び跳ねがあるぐらいなんだけどね、もうそこまで行っちゃうとね、まあ、全てのねなんか、あれを否定しちゃう感じになっちゃうんでね、このぐらいはもうあれかな、許容範囲になっちゃうのかな。色ムラはやっぱねしょうがないのかな、 1G は。はい、で続いてが、ベビーですね、はい、こちらじゃん、ベビーは超かっけえしでよくできてる、めっちゃいい。これしかもこれはね特に問題ないんですよ。いやこれはねよかったな、いやもうすっげーよくできてる、 HG ベビーの決定版ですねこれね。うわすっげーよくできてる、これはいいね、ベビーはいい、これこのラインナップだとほんとベビー当たりだよな。うわかっけー、スーパーベイビー、うおいいね、これは当たりですよ、スーパーベイビーは。いやいい、ボリューム感もあるしね、でかいから、うん。いやベイビーこれはいい、こんなわけじゃ一番の当たりだね、まあ、造形とか全て含めてね、うん、はい、というね、ちょっとラインナップで、ご紹介させていただきました。一応ね、冊子でね、まあ、告知みたいな感じで、こう、ドラゴンボール GT 究極のドラゴンボール編ということでね、トランクスに、小さくされた悟空で、パンちゃんで、ギルで宇宙船、はい、こちらがね、ただいま、プレミアムバンダイで期間限定予約販売中ということでね、うん、まあ、自分は早速ね、もうすでに予約はしました、はい。まあ、これはねもう写真から見ての通り悟空はあんまよくできてないなちょっとギルがちょっといいかなっていう感じだな、うん、あと宇宙船かな、うん、はい、こんな感じでね期間限定の予約生産フィギュアということでね、皆さんこのバーコード、バーコードリーダーを読み取ってください。はい、ということでね、まあ今回、こんなような感じで、ご紹介させていただきました。まあ、最後はね、例のごとく、回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。では今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。